ありがとう。あ、それはそちらにお願いしますね。ただいま戻りました。お帰りなさい。あ、マオマオ、ちょうどよかったわ。これ、着てみてくれる？嫌な予感。何ですか、これ。決まってるじゃない。園遊会の衣装よ。園遊会？年に2回、宮廷の庭園に帝とお偉い方が集まって、出し物や食事が振る舞われるの。帝はまだ結婚されていないから、皇后がいないでしょ？その場合、章一本の妃をお連れすることになっているの。章一本の妃。次期皇后の最有力候補、上級妃のことね。章一本の妃、上級妃である四夫人、貴妃、玉葉妃、兼妃、リファ妃、特妃、リージュ妃、淑妃、アードゥオ妃。前回玉葉様もリファ様も出産直後で欠席したから、今回四夫人が揃うことになったのよ。そこで私たちは何を？それが特に何もしないのよね。私たちは招かれる立場だから、ただ皇帝に付き従っていればいいのよ。たまに官が挨拶に来るから笑顔を振りまくのを忘れずにね。え？それ全員参加ですか？当たり前でしょ。今回はリンリー姫のお披露目に上級妃の揃い踏みとイベント満載。これは戦いなの。心してかからないと。やるわよ。はあ、ただでさえ次女の少ない玉葉様だ。新人が辞するわけにはいかないか。それに食事がある以上毒味役は必要不可欠。やっぱり胸元は詰め物をした方がいいわね。腰回りもかさ増しするけど大丈夫？お任せします。お化粧も気合い入れるわよ。うん、たまにはそばかすも隠さなきゃ。